なごみなごみカップル YouTuber のさ始まりやん、俺たちの TikTok やん。なごみなごみ屋台行きたいねんけど。屋台行きたい、確かに。何の屋台？どっか屋台やる、わからんか、調べて。無理で、何今日はさ、屋台今日なごみと俺でさ、もうやばいことが起きてるの分かってるやん。記念日、記念日っていつ過ぎてたえ1月11日、全然過ぎてた。5日記念日やからな。おめでとう、おめでとうということで、まあ、まあ、そんなんいいんですよ高橋さん、いや普通に言うてんねマジで太ったやん。え、今画面魔人ブーになってますあふれと、うん、画面から。ほんまに。ちょっと待って、まさか抜き打ち公開体重測定。ちょっと待って、ちょっとさ、うん、この前の撮影で話してたやん、うん、測らなあかんなみたいな、うん、来るかなと思ったけど、マジでそう、気づいとってん、撮らなあかんかもって、うん、でもあのコウ君が気づく前黙っとこうと思って。いやいやいや、ちょっとガチ言っていい、うん、マジでやばいで。いや俺もやばいから。違う違う違う、マジでやばいから。俺この前鏡見た時に引いたもん、自分でなあ。鏡が出とったもんな。で出てるってこと縦鏡から自分の顔出てたもんな。縦鏡絶対出んだよあのディズニーのトイストーリーとかあるけど、そういう鏡。え、ちょっと待って、ほんまにやばい。マジで俺二重が、俺もうやばい、二重がなくなってきてて、顔パンパンなりすぎてマジでやばいやつ。そうで、ちょっとあのマジで、でもほんまになごみもモデルでさ、いっぱいイベントとか出させてもらってんねんから。ほんまに、だからやばい。これマジこう、あの体重測って増えてたら俺あのチクるからな、匿名で、非通知であの電話で、なごみさんあの出さない方がいいと思いますよって。正月ブクブクと太ってていいんですかって話やから、モデルでやってんのに。じゃあちょっと測ろうか一回。ほんまにやってる、マジで。公開計量明日試合やから、公開計量すんで。じゃあもう減量しとかなあかんよ増量中やねんけど今。試合出場停止や、これ確実に罰金。はい、ということで、じゃあほんまにやばい。じゃあ、え、コウ君も測るの？当たり前やん。当たり前なんだ公開したい人なん、体重。そう、ほんまにマジで、あの俺たちさ、うん、年末で帰るじゃん、顔ほんまに丸だったんじゃん。だって年末前けど、まず言っていい？何？体重増えてることは前提な。前提で、え、増えてんの？名古屋ってさ、増えへんやん。じゃあその正直今まで体質、うん、そう、見た目は変わるけどあんまり体重の変動はなかった、うん、でも今回マジでヤバいなって実感してる。え、そんな食うた？え、だってまずまずその年末に入る前に韓国行ってるやん。韓国から直接今回実家帰ってんねんな、うん、関空からやったから、うん、で韓国でうちバカ食べてんねん。そんな食ったっけ？え、食べたよ。そうか、その女の子の日の前とかもかぶったりして、マジで韓国でカロリーめっちゃ取って、うん、でそのまま実家帰るやん、年末年始で。マジで動かんと毎日食べてん。なるほどね。で意味わからんぐらいお菓子出してくんねん、うちんちって。もうバグやねん。実家からある。そう、家何でもあるから。あれ、そう、え、家4次元ポケットあるやんな何でもあるよな。なんかお菓子食べたいなと思ったらお米でしょ。米10合ぐらい炊いてるもん毎回米出てくんねんけど。そうで、なんか好きな時間で食べちゃったから。で、あともう一個言っといていい？うん。昨日クレープ2個食べてます、おやつにほんまにクレープおやつ2個ないよ。え、ほんまにクレープは1個やから基本。なんかクレープ2個食べて、なんかうち甘いのと辛いの一緒に食べたい派やから。何食った？だからポテサラのやつとチョコバナナ。ポテサラクレープと、それうまい。ポテサラクレープってあ、チーズイン出た、チーズ。さらにやばいやつ出るよ。さらにチョコバナナ。なるほど。いや、ほんまにやばい。いや、俺はもう正月がやっぱり忘年会とか飲みかな、お酒ばっかで。うん、だって昨日も飲んでたよ。そうそうそう、昨日も夜愛の不時着をあのコウ君が途中までしか見れてないから、うん、見とってんけど、ハイボール一人でさ 4,5 杯飲んでる。まあまあ、そう。でも輪郭がもうムーミンみたいになってきてんね。確かに輪郭ない。輪郭ムーミン。だから輪郭なぞってあげればいいよ。骨格ウェーブみたいな。いや、ムーミンやんいや、骨格ウェーブ、輪郭ムーミンみたいな感じ、ね、輪郭ムーミマジで、ほんまに。え、ムーミンってさ、うん、ちゃんと輪郭なかった、ほんまに。ないよ、輪郭バーバーパパやろ。バーバー、ほんま、輪郭バーバーパパ。バーバーパパってここまでが輪郭やから、ね、輪郭バーバーパパ。足まで骨格ムーミン
まあ、ほんまそんな感じなんですね。ふにゃふにゃやん。だから俺が現状70キロぐらいで、あ、じゃあ予想しよう、測る前にな。それ多分70キロぐらいやって、前までかな、前までかな。69、70ぐらいやって。体重身長は189。そっちや。まあ痩せ型体型っていう感じ。そっちや、全部真逆やね。はい、アベコビの世界終わり。はい、まあ、ほんま171の多分69キロぐらいかな。大体スポーツ選手や。アスリート、まあ、アスリートにやらせてもらっててんけど、今回ちょっとまあ増量期間を経て、はい、まあ、ちょっと73ぐらいになって、まあ、体大きく体重増え、身長より超える。そうそう、体大きくな。あのやっぱり打球遠くまで飛ばさなあかんから、パワーやから。で、予想73。うん、なるほどね。なごみは、うちは160センチで、160やろ。じゃあ1やから161の、ほんまにそこ大事、身長大事にしたい。161の、まあ、もともとは41やってん。多分44。え、やばないそれ。そうで、うち最大、今までの最低が43いったことあるかなぐらい。じゃあマックスってこと？うん、でマックス超えてる。史上最高いってるってこと？え、マジで最近ちょっと自分の輪郭見てビビって。マジ？うん、今まで一番着てると思って。え、じゃあうちは着替えんだよ、薄い服に。なるほどね。で、このままやったらうちマイナス5とかする。マイナス、星ヒューマン。ダンベル抱えながら歩いてる、うん、服ダンベル、うん、着たいと、うん、じゃあほんまに、まあ、この指輪とかもあるから、指の力着たいと、うん、野球選手。薬指ずっとペアリングするから、うん、もここだけ極太だって。茂野五郎やん、いつもずっとこうして。フォークボール、握力着たいと。はい、着替えます。はい、じゃあコウキ選手。いや、ちょっと指輪もちゃんと外します。あぶないあぶない、これティファニーのいいやつだからさ。え、じゃあお腹だけ一応見して。だって太ってないんやろ。全然太って、細とか痩せた。あ、胸筋すごいやん。そうそうそう。鳩胸だって、鳩の体型でしょ。はい、じゃあ乗ってください。行きます。行きで。ちょっとね、画角がさ、毛の足でさ、画面耐えれへんから早乗って。行くで。はい、お、行きます。でででででで、71.7。服、まあ服300ぐらい、いや 1.5 ぐらい増えた感じ。そんな増えてないわ。あ、でもやっぱちょっと増えたってこと。もっと食べていいかも俺。もっと夜中にいつもカップ麺食うか迷ってるけど、迷わんでよかった。余裕持っとうやん。よかったよかった。で、来週もう一回測ろう。その余裕持った気持ちのまんま来週もう一回測ろう。あ、OK、 よかったよかった、マジ。え、ちょっと待って、怖いって。そんなに名前44、ちょっと待って、これ増えてないパターンじゃん。なごみだって俺よりもさ痩せてる体質やん。え、これで、え、これでさ、ちょっとマジで40キロとかやったらマジブーイングくんで。え、それは絶対ない。いや、絶対あるって。え、マジでない。え、絶対あるやろ。え、ないないない、マジでない、マジでない。ほんまに増えてると思ってる。うん、思ってるし、うちほんまに普段から体重測定測らんタイプやから、うん、多分さ、前さ体重測定みたいなの企画したやんか、うん、あれが41キロやんなぐらいかな。で、増えへんからやろ。で、ほんまに今回さ、人生最大で44いってると思ってるの、うん、じゃあ行こう。じゃあ何なんその言い方。じゃあ行こうや。嘘。じゃあお腹見して。どうなん？俺、顔って体型自体は変わってる。顔か。顔が丸まって。顔にめっちゃ出てる。えぐい顔、ほんまに。長み。あとちょっと一応まあ、ここもまあ、あるから。おっぱい増えたってこと？あの、マイナス5キロぐらいしてます。いい、おっぱいそんなない。叶姉妹。叶姉妹じゃないとマイナス5はいかんのよ。え、これさ、ネイル剥げてるから靴下履いたまんまでいい。あ、恥ずかしい。うん、あの、一番女の子でカエル化を着る現象です。あの、好きな子が裸足になった時にネイル剥げてるやつ。半分親指のつぶ。しゃあないやろ。じゃあ行きます。ブラも明る、ブラも大丈夫。ブラも明る。ブラも女の子が気にしてるよ。はい、行きます。じゃあまずはなごみの表情をお楽しみください。行きます。はい、学校。ちょっと行く、行く、行きます。でん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 。え？ 40.9。 え、これもさ、ちょ待って、ちょ待って、わざとやん。こういうオチも考えてた。え、前から測ってたな。測ってないって。え、ガチで。え、なんで 40.9。 え、マジなんで。え、ちょっとこれなんか内臓の一部取ったやんな。まぁ、あ、ちょっと最近お金困ってて。お前やめろ、臓器売買絶対すんな。やめろ。腎臓1個ないで。やめろ、絶対やめろ。え、マジなんで。え、ご飯食べよう。うっさ。はなんで。中身が太ってるの俺絶対楽しみにしてたのに。え、マジで太って、マジで増えたと思ったくない、うち。うん、いや、ほんまに思ったね。顔はどっちもで丸なってたよ、うん、え、だって中身も輪郭マジでさ、もうなくなってたよ。あの、輪郭
モンスターズインクのあの先生みたいおばちゃんみたいになってたやん。お前地面までダラーンって垂れてるやつ。あのおばちゃんになってたやんな。え、マジなんで？めっちゃ嬉しなっとうやん。うっさーはい、うざい。え、マジで焼肉いかん。今から予約していい？え、マジなんで？え、なんでなん？え、なんでなん？え、ダイエット運動もしないの？してない。食うだけ食ったやろ、うん、あ、逆にあれなんかな、うちむくみ体質やから、めっちゃその動いてないから、むくんでない。脂肪が全体で移動しとんじゃん。顔にグッて脂肪あるもんだけど。でも顔に出やすいねん、マジで、うん、やから体重ってよりかはその変動はマジでする、顔で、見た目はね。なるほどね。でもほんまに言われんねん、そのうちみたいな体質は年齢をちょっとだから30とか言ってたらマジで怖いでってめっちゃみんなに脅される。そうそうそう、だから痩せ、あの太らん人は、そう、これだから貯金な、今若い分の貯金使ってるだけやから、一気に来るからマジで。え、何してるの、おみ。トッポギ食べる2だ。まだ2だ作ってる。まだ韓国、え、ちょっと、じゃあな、このな、韓国でな、買ったのコンドムギめっちゃうまいね。うん、ちょっと案件みたいな流れになってるけど、最後これ案件。はい、こちらの韓国で買ったのチーズトッポギなんですけど、あのすごい美味しくて、食べてないよこれ。食べてない。え、これ実家で、そう、実家で食べてめっちゃ美味しかった。え、で体重も増えてなかったから行っちゃう。うん、え、大丈夫、言ってなかったから、そう、我慢しとってね。そのもうすぐやっぱさ、イベントもあるし、うん、あのご飯ちょっとこのトッポギさ、うん、トッポギカロリー高いやん、だから我慢しようかなと思っとってんけど、思ったのに。そう、なんで、なんで行くん。うん、まあ体重大丈夫やったし。痩せてた、うん、痩せてた。え、何、え、正月爆食ダイエットって流行ってる今。食べたら痩せるから。え、ちょ、めっちゃ、え、まあ、めっちゃうまいで、これ食べよ。まあ俺もまあ増えてなかったし、増えてたで、増えてたから、うちが食べるのを見るだけやで。もうちょい俺逆に増量しなあかんだと思って、俺もうちょい打球トーク飛ばしたい。でも確かにコウ君も思ったよりあれやったな。しかも、そうそうそう、何目指してんの。そう、打球トーク飛ばさなあかんな思ってさ。今から野球選手目指すと。そうそう、新庄監督ビッグボスみたいにトライアウト受けようから思って。確かに歯綺麗やけど歯白いけどな。はい、作りますよ。ちょっとそれマジ楽しみ。お待たせにだー。2段もええで。お待たせにだ。お待たせですやからだそれ。はぁー、やばくない、見て、すごいよ。はい、こちらがチーズトッポギです。へぇ、これまあ、うん、チートで継続ということでですね。あの、全然まあ長めの、まだまだいけるやんっていう。これ食べていい？そう、いただきます。どうぞ。なんか匂いが甘いな。うん、美味しい。もう弟とこれドハマりして、次韓国行った時も買おうと思って。あ、うまいな、やっぱりトッポギ、うん、韓国うまいの。うまっ。ちょっとピリ辛で、うん、これチーズチンしてきた。エグいやん。さらにチートでかます。うわ、これでこれで痩せてるからな。だって、うちさ、ショウミさ、今回めっちゃさ、なんかちょっと嫌な女の子みたいになってない？え、アンチコブ来るんちゃう。なおみちゃん、裏では絶対に運動してるくせに、こうやってなんか、私食べても太らないみたいな体質、どうかと思いますみたいな。ごめんなさい、でもめちゃくちゃ食ってるんです、なおみ。めちゃくちゃ。運動ほんまに。でも今年はマジで、そのピラティスとか流行ってるやんか。うん、で、まあダイエット目的プラス、その、なんていうの、体引き締めとか姿勢のためにピラティスとか通いたいなと思って。ピラティスとかそんなおしゃれなこと言わない。皇居ラン。皇居ランニング。え、皇居の周りを走るってこと？皇居ランニングいっぱいしてる人おるやろ。でも、なごみそんなピラティスとかいらんから、もう外ランニングするだけでええねんから。ランニング腕立ってスクワットで家でできるやん。じゃあ、ピラティス。うん、ピラティスとか、そう、東京女子みたいなやめて。ピラティスか。やめて。でも、ジムも通ったことないから通ってみたいなって思う。そういう2ヶ月でやめます。通ってみたいは絶対2ヶ月でやめます。じゃあ、今年の目標な。うん、運転免許。運転免許と、そう、強制的なやめて。運転免許とか、ね、怖い。じゃあ今年のさ、目標みたいに言ってなかったやん。じゃあ言おう、ちゃんと、お互い。今年は、うん、俺が始球式で投げる。だから増量してたん？この前俺バッタやったから、うん、そのために球速く、それために増量。全部伏線やったん？そう。この前甲子園で俺バッタやったから、次はピッチャーで、ちょっとやりたいなっていう。あ、次観客とかはどう？うん、じゃあいつでもできんのよ観客の場合。じゃあ他は、他、その私生活においての、うん、お仕事じゃなくて私生活においての目標は。まあでも無理なく鍛えるって感じかな、うん、ああ今年も、うん、でうち的にはこうくんの目標は、うん、なんで俺の目標決めんねんお前が。こうくん結構さ、
かっこいいもん好きやのにさ、うん、調整せえへんやん。例えばこういうメガネとかこういう服かっこいいみたいなやっても調整せえへんやん、うん、自分で、うん、だからそれをなんかイメチェンみたいな感じでやってもいいんちゃうかなと思う。ああもうがっつり服装変えたりとかかっこいいとか、うん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 、オーラが出る男になるみたいな。うん、いいやん。それ確かにちょっとで、まあそれに体格とかも大事やから、まあ、ちょっと締めてとかでちょっとやっていきたらなって。なごみはあるん？いやだからピラティスに通う。まあさじゃあもうガチやねんって、ほんまに通いたいの、うん、通うが、じゃあ通うの結果やん。結果が目標やん。通うは何でもできるやん。いや通ってそのシルエットを良くする。ガッツリランニングとかもなんか逆立ちとかしいやん。何で逆立ちでなあかんねん。きつい方を選ぶねん。逆立ち筋トレになんの？逆ダッシュな逆立ちじゃないから逆ダッシュや、うん、あれ逆ダッシュ。ただただ血のぼってめっちゃきついからあれ。逆立ちやと思った。マジみんな逆立ちやと思ってんねん。滑舌強くしやすくしは自分もだ。はい、そうやな。だから血呼ばれへんねんから。お互い頑張ろう。え、今年はじゃあ2人とも滑舌も頑張ろう。滑舌も頑張る。じゃあ今年の目標はピラティスと滑舌を良くする。で、免許も取れたら、カッコ借り、カッコ借り免許。カッコ借りや。年始早々もか取れたら取るって言って、取られへんねん、それ。え、取ってほしい、ほんまに。取った方がいいかな。絶対取ってほしい。でもさ、なんか東京ってな、ちょっと難しい。企画のアバも増えるしな、ドライブに。確かに。頑張ってみようかな、うん。ということでですね、まあ、はい、ちょっと、実は、体重なごみ痩せてたっていう、もうほんまにみんなが望んでない結果になってしまいましたが。で、こうくんは増えてたの？まあ、ちょっとなんで俺が増えてんの？俺だけなごみの方が食ってんの？韓国でもなごみの方が食ってたからだ、うんうんうん、まあ一応まあ1キロぐらいかな。でもなんかなごみの方が全然食ってんのに、ほんままじ俺も納得、俺が一番納得いってない。みんな俺が一番分かってるもん、なごみがどんだけ食ってるか。え、ムカつく？腹立つ。ではですね、はい、これからあの体重は定期的に公開していって、まあ、これがピラティス行くんで、これからはもっといい体になっていきます。ピラティス行くやったら10キロそこら辺ランニングしよう。はい、もうええって。で、逆立つんの？うん、逆立ちで皇居の周りマイナーガイ、え、ガイ先生ガイ先生やん。ということでですね、次の動画で、はい、バイバーイ。無断転載とコメントもいっぱいお願いします。高評価もたくさんお願いします。ということで次の動画でバイバーイ。バイバイ。で、これ、これ全部食べるん？食べるで。で、コーンは走ってきいや。取っててんから。でも逆立ちな。